い、どうもこんにちは、いやいやいやと、はい、Z 演習編2008年です。皆さんは、先に2008年の問題問いの4番解いてから見てください。では始めたいと思います。まず A ですね。 A からいきましょう。で、まず、不等線のところですね。下線部、これですね。温かい混合総水を蓄えるように流れは働いていますよっていうのが、ここですね。ですか。で、問題は、あと胃をまずは埋めてくださいっていう問題ですね。はい、見ましょう。あの部分は、大気と海洋の相互作用を代表する現象として、あがあるよと言っていますね。で、選択肢を見ると、エルニーニョが台風ですって言ってますね。うん、どっちなんだろうと。わかんないかもしれないですね。まあ、わかってほしいですけど。はい。で、胃を見ましょう。胃は、なんとかに一度発生して、その後読むと、何ですか。地球規模での異常気象を引き起こすって言ってますね。これがキーポイントですね。なので、あー、エルニーニョが入って、エルニーニョ、ニョと。エルニーニョ入って、エルニーニョはどれぐらいに、一度発生するかというと、数年に一度ですね。数年に一度。ということで、選択肢はどれですか？2番か。2番が答えになりますということです。はい、大丈夫でしょうか。はい、この2番、この2番はこの図ですね。この図の時の、風の向きを教えてくださいってやつですね。はい、で見るとこれ暖かい空気なので上昇気流が発生するのは分かると思います。なので上向いてることは確定ですね。上昇気流なのは確定しました。なので、1番と2番はアウトね。アウトで、3か4が残って、3と4の違いは、この混合水素、混合総水の、向きですね。こっちに行くのか、それとも外に出るのかと。内側に入ってくるのか、それとも、外に出ていくのかの違いだと思います。で、ここで注目してほしいのが下線部ですね。暖かい混合水を蓄えるように動くって言ってるよね。いいですか。もし、この混合総水の流れが外に向かっていったら、この暖かい水が全部外に流れちゃうから、蓄えられなくなりますよね。なので、答えは、こっち側に来てる4番かな。4番が正解になりますよ、ということです。大丈夫でしょうか。はい。ちょっとね、考える問題だったかなと思いますが、そこまで難しい問題ではないでしょう。はい。次、問いの3番です。これ見て、前線がどういう風に、走っているのかを、推測してくださいという問題ですね。で、ここでみんな、これ勘違いしやすいんですが、多分中学生の時にもやったと思うけど、これですよ。これね。これってどっちから風が吹いてるか分かりますか？どっちから風が吹いてるか分かりますか？いいですか？こっちから風来てるからね。いいですか？間違わないでくださいね。たまにとか結構いるんだけど、こう風が吹いてるって思っちゃう人がいるけど、違うからね。この、なんか変な F みたいなやつが向いてる方向から来るから。からね。いいですか？から来ますから。なので、こっちは下向きと。こっちは左向きに、逆だね。自分が間違えてね。こうだね。右向きに、こういう風に風が、吹いているよというのが分かりますね。で、ここでもう一回、復習なんですが、ちょっとここ消すよ。前線の時の風の向きですね。こうあって見えるかな、ちょっとちっちゃいかもしれないけど、こうあった時にどういう風に風が吹くのかってやつですね。こうですよ。こんな感じね。ですか。反時計回りのような感じで、このあったかいところはこっち側に行ってるということで、この図から見ると、こうですかね。こうですか。寒冷前線がこうなってるのを選べばいいんじゃないですか。はい、ということで答えは3番ですね。3番が答えになります。3番、前線のところで言うと、よいしょ、この辺を見ているような感じ。この辺を見ているような感じですね。いいですか。
はい、これもそこまで難しくない問題かなと。これね、読み取れればね、この F がどっちの方向から風が吹いてるのかが分かれば、そんな難しくない問題でした。はい、じゃあ次問いの4番いきましょうか。問いの4番、前線がもたらす影響についての話ですね。はい、1番は春一番の話です。南岸通過時に南風、これ嘘ですね。ですね、ちょっと今のこれを再利用しますが、南岸通過時って言ってるので日本この辺にあるってことですよね。通過しちゃってるからね。じゃあもう南風が吹いた後なのでこれ嘘です。バツで、2番目、梅雨ですね。梅雨、梅雨前線が変則前線になることで起こる、これがバツですね。停滞ですね、停滞地域汚いけど我慢してください。はい、停滞前線になることで起こると。はい、で3番の何ですかこれは。秋雨前線か、これが正解です。正解、これ正解です。はい、で4番が西高東低の話ですね。で日本海上で低気圧が発達しって言ってるけど、日本海で低気圧発生したらさ、日本のさ西側がさ低気圧になっちゃうことになるので、これ×です。西高東低じゃなくなるよね。ですか、西高東低って言ってるから東が低気圧じゃないといけないんでしょ。だから低気圧はここで発生しますからね。ですか、千島あたりで発生しますのでよろしくお願いしますということで、4番の答えは3と。はい、次 C 行きましょう。問いの5番の C、入射エネルギーですね。太陽からもらうエネルギーを表すグラフとして適切なものを選びなさい。で、これは答えもう書いちゃいましたが3番です。3番です。いいですか、緯度が0度、まあ赤道付近だよね。赤道付近って暑いじゃん。暑いってことはエネルギーいっぱいもらってるってことですよ。いいですか。で、逆に90度ね、90度、北極とかですね、北極とか南極ね、寒いっしょってことは太陽からのエネルギーもらってないってことなので、一番下のやつを選ぶと。で、選んだら3番になるでしょう。はい、これはもう、常識的にやってください。しっかりね、この0と90見逃し、ちゃんと見ないとダメね。見逃してこれ一番ここがさ南極でこっちが北極とか頭の中で変なことしちゃうと1番とか選んじゃうので気をつけてください。0と90だからね、0と90だからね。ですか、もしここに0があってこれが90だったらこういう風になるかもしれないけど、今回0と90だから、いいですか。しっかりグラフは、見てください、細かいところまでね。はい、問いの6番、次は熱収支の不均衡を、解消する現象を選びなさいですね。で、1番海流はこれ大丈夫ですね、2010年の時にもやりましたね。はい、大丈夫ですね。ハドレー循環とかで貿易風が吹いて、その貿易風が海流をもたらすので合ってますですね。で、2番海陸風、これが×です。これは昼と夜の温度の差の話なので、ちょっと局地的な話でね、海陸風っていうぐらいだから海岸線でしか吹かないんですよ。ですか、海岸線でしか吹かない風が、どうして地球の熱収支の不均衡を解消するだろうか、いやしないっていうね、そんな感じですね。はい、3番目、偏西風波動書きますか。偏西風波動こうですね、ここ偏西風ですね。偏西風も、大気の、でっかい循環の一つでしたので、これ正解と。で、4番、ハドレー循環、当たり前ですね。ハドレー循環の動画見てください。Z じゃない方でね。はい、これも、大気の解消、大気の電子収支の解消のためです。ということですね。はい、ということで、1番から、問いの1番が2、4、これ3、これ3。3、3、2ということになってました。はい、では次の動画に行きましょう。